はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は11月16日木曜日、時刻の方は11時32分でーす。ね、てれててーん。ぴょぴょーん。ね、はい、そんなわけで今回はこちらです。メロディー。ね、エイジング50時間経過です。ね、ポータブル電源、でっかいね、ポータブル電源で、充電しながらずっとね、鳴らしっぱなしでエイジングしました。でも50時間は突破しております。ね。前回が6時間、オープンボックスで、で、その翌日ね、6時間もたっぷりと過ぎた状態で、まあ簡単なレビューをして、で、あれって感じで、で、ちょっとこれは振動板が硬いからじっくりやらないとダメだよねってことで、で、あれから2日経ちました。ね。で、50時間もたっぷりと余裕で、余裕のよっちゃいかでオーバーしております。それでね、ま、とりあえず、今、レドミノート90で、で、ま、スマホ直差しで、今ね、聞いてみたんだよ。で、聞いてみて、まあ本当率直な意見としては、エイジングをして、まあ少しはね、オープンボックス直後とは変わってるとは思うんだけど、イメージ的に、ほとんど変わらない。なので、まあ、よっぽど振動板が硬いか、それか、もう振動板は程よい柔らかさで、あまり変化がないかのどちらかなんです。これね。ほとんど音は変わらないです。で、どの音楽聴いてみても、おじいの耳にはだよ。おじいの耳には、ものすごくこもって聞こえていて、まぁ、あ、ちょっと、ふすま3枚ぐらいあるので、って感じで、だスマートフォン直差しで聞くには、ちょっとなっていう。で、ただエフェクト、イコライザーとか、そういったものをかけると、多少はね、改善することができます。で、なので、これ、アンプとかね、そういうのに接続して聞く分に、まあ、ものすごく威力を発揮するのかなと思った次第です。で、アマゾンの評価どうなのかなと思って見ても、まだ、このメロディーに対する評価は一個もないんです。上位モデルの評価はあるんだけど、こいつの評価がね、何もないんです。ね、まあ、まだね、そんなに時間が経った商品ではないので、でね、まあ、ちょっとね、このね、VX とか、こういうのと比べると、音の価値がものすごく少ない。逆に、ノイズをものすごい低減して必要な音だけふるいにかけて残ってるというか、まあ本当厳選された音が聞けると思うんだけどね。ただ一般的にバカ耳で聞いてる分には、こういう VX とかだと普通に直差しで音がいい、アンプでつけて音がいい、ただ聞こえすぎるからちょっと抑えたいねっていうぐらい、ちょっと高音部分がちょっと飛び出てるので、でもものすごいそのつぶつぶ感とか臨場感とか、とにかくこのオーケストラの量が違うのと、もうダイレクトに気持ちよくこの明確に弾けている、ここにも浮かんでくるようなね、もう輪郭がはっきりくっきりしてるので、こっちは輪郭がほぼない、メロディーは輪郭がない、ぼやーんとした、なんか、襖の向こうのぼやーんとした中に、いろんな音が団子になって入ってるっていうね。まあ、この狭い空間の中に団子で入ってる感じがするので、これを使うにはちょっと難しいぞってね、思いました。で、エフェクトをね、ちょっとオンにしたいと思います。エフェクトオンでね、まだ聞いてないので、今回、サウンド効果の音量調整で
構文をね、目いっぱいカスタムプリセットでやると音が嫌ってほど聞こえるので高音がね、それで聞いてみます。ちょっとでいつも聞いてる、とりあえず中島みゆきいこうかな。よいしょ。ああもう出だしのカムフラージュのダーンからこもったダーンが、いやすごいこもってる。よく言えば何日間聞き続けても疲れない音、柔らかい音、耳に刺さらない音、優しい音という表現ができます。で、そういう音って最初にこもってるかなって聞いてもほんの20秒30秒するとその世界の中に入っていくとあんま気にならないっていうのがイヤホンの特徴というか、今まで1000円のイヤホン2000円のイヤホンってね、ちょっと困ってるよなみたいな、CBC、AEC までしか対応しないようなイヤホン紹介しても口つけてると慣れてくるんだよね。で、ま、これはねつけた瞬間からこもってて、で聞いててもなんか慣れることがないそのモヤモヤ感っていうか、あなんかもうその音のぞきたいみたいなね、そんな感じなんで、まあ不愉快な子守ではないのかもしれないけど、おじいは個人的には不愉快なんだけど、一般的に言うとマニア的に言うと不愉快な子守ではなくて、とても優しい、いい歌なのかもしれない。本当ね、紙一重なんで、本当に。だから、ものすごくいい音。最初のうちはドンシャリを求めてて、もっとはっきりくっくり聞きたい、もっとドーン行きたい、もっとコンカーンを聞きたいで、求めていって、サウンドピースみたいな音にたどり着いて、で、そこから疲れてきて、で、ノイズを低減して、本当に整った音を聞くと、あこれがいい音なんだっていう、そこの優しい音に気がつき始めて、で真空管のアップとかも付け出して、ああなんかパンチがあって高音がキンキンしない高音で、あこんなに心地よくっていう澄み切った音っていう、こういうふうにこう慣れていった後にだんだん高いイヤホンに行くと1万5000円を超えてくると、今度そこをピークにまた今度なんか微妙にちょっとしか変わらない2枚3枚ってあんま確かにこっちこうだけどみたいな、そこの差今までの値段の差ほどあるのかなみたいな、その微妙な差が あるようになって、そこに今度コスパっていうものがね多分出てくると思うんだよね。で2000円3000円4000円のイヤホンって、まあ、この値段だったらこれでいいよねっていう、コスパ最高だよねっていう、その音がいい悪いがもとよりこの値段とこの音だったわっていう言い聞かせみたいなのがあるんだよね。なので、ね、これはどこに属するのかっていうと、お値段が結構いいお値段なんだよね。これね1万4800円するので、1万4800円っていうとね、この VX はエイジングが結構100時間ぐらい必要なんだけど、でも届いた瞬間からこのもうなんていうの、その困った感はないんで、これはね。それ考えるとね、ちょっとどうやって表現したらいいのかなっていう、このメロディー、このメロディーはこのシリーズの一番弟分ね、メロディー14,800円、その上になんていうのかな、これこわーっふわーってだってながって、まあ、16,830円、ちょっとプラスするとこういうので、まあ、こういう形状のイヤホンって結構いっぱいあるけどもね、まあ、こっちの方がちょっとクリアかもしれないなみたいな感じがするけど、その上に今度29,502円があって、これがねおじいがダイジェスターしてるイヤホンにちょっと形状がすごく似てるので、これがね、5800円ぐらいだったんだけど、めちゃめちゃこれがね、いい音で、
これにすごい似てるので、まだこっちの方がねいいかもしれないなって見てて、そうすると今度同じトライポウィンのやつで、6999円でね、あのこれの後継機が全く同じような形のね後継機で色が違うやつがあるので、おそらくねこれがすごいコスパ良くて高音質であのしぶきまで聞こえるのがこっちじゃないかなって思うんだけど、でも7000円なんだよね。だから値段的にはあの倍なんで、こっちの方が、でこれもねこのもっと上の14620円ってのがあって、まあ、今回のやつにちょっとあのなんとなく似たような感じなのでちょっと似たような形なので、大丈夫って逆にちょっと思っちゃうんだけど、ここまでね50時間のエイジングでクリアさが出てこないっていう。ただパンチ低音は奥までやんなくても低音は出るようになったんだけど、逆だよねって思うんだよ。ただこれね他の人のレビューがないし、で今エフェクトオフにしたけど、おじいのバカ耳のレビューがね基準になるわけにもいかないからね、ちょっと治療でも聞いてみよう。でちょっとキョンキョン、回り道行こう。ボーカルがとにかくステージの後ろの方にいる感じなんだよね、キョンキョンが。あのどっちかっていうとね、音は確かに後ろで聞こえるんだけど、イメージとしたら昭和の時代にあのこう四角いラジカセをポンって再生して、それであの AM ラジオを聴いてるような、あの AM ラジオをヘッドホンで大きく聴いてるような、だ FM だともっと音がいいじゃん。だ AM ラジオで AM ラジオの音質で一応してるようになってるんだけど、なんかボテッとモノラルで聴けるようになって、その表現が多分バッチリ合うかもしれない、もしかしたら。これはね、ちょっと本当に申し訳ないんだけど、本当に申し訳ないんだけどね、おじい最初ね、これレビューしたいって連絡したらね、あの送りますねって言ってくれて、そのままあの1ヶ月以上放置になっちゃって、2ヶ月近く経った時にこれどうですかって別の方からね、あの連絡来たんで、なので、まあ、本当はね、おじこっちレビューしたいんだよね。ただ本当これね、ものすごいたくさんの、あのこういう系のね、安いワイヤレスイヤホンは別として、有線のイヤホンもものすごいたくさん紹介してきたけど、有線イヤホンの中では、これね、まだあの、2000円ぐらいの安いやつあるじゃん。なんだっけ、ZVX とかなんかちょっと名前忘れだったけど、あのアジア2000円ぐらいのびっくりしたような、あれの方がちょっとドンシャリでどちらもオーバーしちゃってるけど、あすっごいあの聞こえるよねっていう方がなんかおじいは好みなんだよね、どっちかっていうと。なのでこのものすごくこう優しく角がない丸く包まれた優しい音とこもってる音は違うなっていう区別ぐらいはおじいもつくつもりなので、これはね今まで紹介した中で、本当にあの今まで紹介した中で1万円を超えるイヤホンでこの音って聞いたことがないので、なのでねちょっとこれね評価に困ったなと思って、ちょっとねうまい言葉では表現できないです。でただ一個だけ言えることは、あの
この音をまた聞きたいですかって言われた時に、いや二度と聞きたくないっていうね、その気持ちがいっぱいです。で、まあ、ちょっとねこのワイヤレスから有線にちょっとこれね VX を戻して、まあリケーブルしちゃってあるんでね、元々のケーブルがちょっと確かダメになっちゃったんだかな、どうかな、ちょっと行方不明なんだけど、ちょっとねこの VX、おじいがね在庫処分紹介した時は安かったけど、今値引きなしで8900円になっちゃったので、アリエクスプレスでね2、3000円ぐらいで買えるらしいので、それで買ってる方が多いです。おお あー、いい音。まあリケーブルするし、エイジングっていうか、もうたっぷりこれメインで使ってるので慣れてるんで、まあ高音はちゃんとなって、オーバーしてズンってくるのがないし、低音もしっかりとこうパーンって弾けてるっていう感じで、パーンっていく好みの低音だし、いいね、めっちゃめちゃいいね、すっごくいいね。それでね、シャーム入れてみの音ないって言って、オフにしても音が、これ抜かないと音がずっと鳴りっぱなしっていうバグがあるんだよね、これね。面白いことに。で、元気なおじいは、はって思ったのが、イヤホンってリケーブルして使うじゃん。で、このヘッドホンじゃない、イヤホンは、イヤホン本体の音がこんなに悪いのか、それとも付属のこのケーブルがしょぼすぎて音が悪いのか、どうしたんだろうっていうね。で、ケーブルで音ってすっごい変わるので、なのでちょっとね、あ、タイプが違うか、これリケーブルしたいと思います。これね、これはね、2ピンなんだな、これね、こうやってガッてこう出てる、あ、だからあれか、これはそのまま使えないんだな。ちょっと待って。これはこういうやつなんで、ピンが出てないので、これそのまま使えないんだよ。だからちょっとね、ものすごく、おじいが持ってる中でも、いいケーブルを使って検証しようかなと思います。ちょっと探せばね、これは何かに、チームハイファイかなんかについてたケーブルだと思うけど、こういうのではなくて、ぶっといいいケーブルとか持ってるんで、違うな、それで聞いてみるよ。もうどうだ、これでこれ以上ないっていうのはね、あ、これ使うか、これ、ね、これ言ってやろう、このケーブルね、あ、これ4.4 ミリだから変換あったから、4.4 から3.5、これかな、あ、違う、4.4 から2.5 だ、だから2.5から3.5、ちょっと待ってよ、で、2.5 から3、これに、2.5 から3.5にするよ。これでいけるな。これでいいね。そうだね。はい、一応ね、4.4 から
2.5 に変換の 2.5 から 3.5 に変換するやつをちょっとかまして、ちょっとこのえらく高価な今回のイヤホンとそんな大して変わらない値段のケーブルだと思うけど、いやめちゃめちゃいいケーブルなんだけど、うん、過去に紹介してるよこれね。確か ここのやつじゃなかったかな。これが右なんで、あ、ちょっと待って、これ違った、これ違った、これはあれだった、なんだっけ、形状が違った、うん、ごめんごめん、これはね違った、これはなし、これはパッチンっていうやつ、そうだな、パッチンが好きだからパッチンの方を送ってってよく言ったから、パッチンしか持ってねえかもね、ケーブル。そうだな、これは何だろう、あ、これもパッチンだ。そっかー、ないや、これもパッチンだ、ないないない、うーん、ないです、これもパッチンだ、ない、おじいもうパッチンシーハーファイとか、ちょっといいやつみんなパッチンなんで、それしかないや、いや参ったな、これ困っ、これ入んなくなっちゃったもん、いや入れ物に入れるってすごいめんどくさいね、だからリケーブルができないんで、ごめん、リケーブルできない、おじいはケーブルを持ってない、ツーピンタイプを持ってない、うん、これのタイプか、パッチン、おじい、リケーブルのレビューはパッチンしてだったから、持ってないんだ、残念だな、ちょっと他のやつ、じゃあ、TRN の、リケーブルだったらあるので、うん、ちょっと TRN のこれリケーブルね、いろんな先端が3種類ついてお得ってやつ過去に紹介したんだけど、でもこれお得なんだけどケーブル自体はあれなんだよね、さあこれ LR を探すのがね大変なんだよ、もうこれスケルトンだと、これが L っぽいな、あ、やっぱ入らないやっぱ入らないんで、変換の先端、変換の先端はこれか、これか、これ用か、先端は。だから、持ってないんだ、おじい、ツーピンは。結局、リケーブルできないんだ。残念だね。リケーブル持ってないよ。これ何かについてたやつ、これ何のやつだかな、うん、なんかで外してリケーブルしちゃったやつ、これなんだろうな、あ、これあれかな、 ZSTの時のリケーブルかな、もしかして、あ、
そうだな、8N の確か8000円だから9000円ぐらいしたりケーブルかもしれない。あ、これめちゃめちゃいいケーブル、 これいける。ただこれね、どっちがプラスか分かんないんだよね。青のついてる方が、あった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 、でこれが左でしょ、でこれがプラスが上なのか下なのか、それが分からないんだよね。これはプラ、メーカーによってプラスマイナス違うんだよ。まあ一か八かになっちゃうけど、上をプラスにしようか。本当一か八かなんだよね。あ、入んない。どこだ、逆かな。あ、逆だ。あのプラスが下だ。あのね、微妙に太さ大きさが違う場合もあるんだよ。じゃあこっちが下かな。ああ、すんなり入った。うん、じゃあもう日本で手に入れることはできない。7N か 8N、 7N だったかな、お近くに紹介してるけど、えらい高い銅ケーブルです、これ。ZS10 Pro の時に一番最初に紹介したケーブル、これね。えらい高いやつ。めっちゃ音良くなるやつ。同じ音で。ああ、このケーブルを持ってしてもこの響きは。ちょっと遠くなっちゃったな。曲線合ってんのかなこれ。なんか不協和音っていうか、なんていうか不快な音になってるんで、逆かもしれないな。やっぱり合ってんのかな。あ、歯医者行く時間だ。歯医者だ。歯医者、歯医者。よいしょ。はい、ということでね、おじいは今日30分後にもう今歯医者さん行かなきゃなんないので、ちょっとこれ以上の検証ができないです。で、もう日本では手に入らないこの 7N 高のね、すげえ高い純銅ケーブル、これね、ZS10 Pro の時なんで、3、4年ぐらい前探ってもらえれば、シャージで出てきますね。これどこで提供いただくの、同じとこだったかな、ここではなかったな、違うところか、ね、このケーブルを持ってしてこんなに音がこもってるのが変わらないっていうことは、やっぱりそうなのかなっていう感じはしますね。そんなわけで、まあ本当ね、おじいの環境では煮ても焼いても食えないというか、おじいの好みの音ではないで、このポテンシャルを生かすためにはスマートフォン直出しとかではなくて、やっぱそれなりのオーディオ環境につける、そして元の音を結構調整した音を聞く分には、おそらくこのポテンシャルを引き出すことができるのではないかなと思います。でちょっと残念ながらおじいの環境でね、それどうやってやったらいいのかなって、ちょっとまたじっくり考えてみます。そんなわけで、
50時間エイジングはしたんだけれども、とりあえずちょっとおじいの思う方向に変わらなかったというよりもほとんど変化がなく、ね、音がこもって狭い中にボテッとして団子になって、その音のつぶつぶもないし、その音が全部なんかこうもんじゃ焼きみたいになって、分離してないんだよね。輪郭もないし、なので本当にモノラルのラジカセを2つ引っ張ってこう聞いてるような、そんな感じでこもってるので、うん、音もね。なので、いや本当これね案件なんで申し訳ないんだけど、でもこれがおじいのバカ耳なんで、ね、でもやっぱ VX 聞くとすごくいい音なんで、なので、その音が全部よく聞こえなくなってしまったわけではないと思う。で、あとここにねあるおじいの今ちょっと気に入ってるイヤホンがあって、そのイヤホンはもうとんでもなくいい音に聞こえるので、なので、ただこのイヤホンがしょぼいのかっていうとそういうわけではないと思うんだよ多分。で、時代だと思う。時代の流れ、もう昭和のものと平成のものと、やっぱ令和の最初の頃と今とではやっぱどんどんいろんな素材とか作り方とか設計とかいろんなものが変化しているので、なので、その一概に時代によって同じ基準で音を測るものではないのかなっていうね。今の新しいものは今の新しいライバルと比べるとどうのこうのとかね、そういうものなのかもしれない。おじいがちょっとこの時代についていけないのかもしれないので、申し訳ありません。ちょっとこのイヤホンのレビューはうまく皆さんに伝えることはできないです。おじいがただこもって出たってしか聞こえないので、ごめんなさい。申し訳ない。正直レビューでごめんなさい。ね、はい、そんなわけでね、あとこれ担当者さんにもね、動画できたよって伝えなきゃならないんだけど、本当申し訳ないけども、次はもうこれに聞きたいと思いますね、これはね。おじいはやっぱね、どっちかっていうとね、これだよ。これにすごく興味がある。これに。6999円。ね。これに興味がありますし、絶対、いい音に違いないと思います。で、はい、しといていきます。じゃあね、バイバイ。ごめんね。一応、リンク下に貼っておくね。興味のある方は見てください。またね。